ピーディ。どうも、PDR さんです。皆さんご存知ですよね。時代とともに進化し続ける YouTube ジャパンの神、ヒカキン。それ本当に思ってる？実は昔 PDR さんヒカキンの動画に出たことあるんですよ。懐かしいな。あの頃の YouTube は今よりちょっとだけまともでしたね。相棒。あ、そうだった。前回のヒカキンの動画の作り方を出してから2年以上経ったんですけど、その2年の間にいろいろ変わりましたね。ヒカキンが前以上にテレビに出るようになりましたし、毎日投稿をやめたし、ペットファーストで猫を飼いましたし、あと謎のアニメがチャンネルで始まった。これヒカキンよりデカキンに見えるのは PDR さんだけですかね？ちょっと見えるかも。あとこの2年でいろんな人が逮捕されましたね。いや、それ関係ないでしょ。では、やっていきましょう。ヒカキンといえば、お金？ちげえよ。キチガイキャラですね。キチガイキャラ？で、こういうこと。とか、こういうこと。やるのがちょっと恥ずかしい人いると思うので、まずは脳細胞を少し殺します。え？これで準備。続きまして、2019年版ヒカキンになるために必要なものは、ペットファーストで買った猫です。相棒、一番安い猫でも15万だよ。一番高い猫は88万だよ。そんなの買えるわけないだろ。うん。しかもこの猫生後65日だよ。子猫って最低でも12週間から13週間はママの元を離れちゃいけないんじゃないの？うん。ペットファーストってそういうところなんだ。うん。最後に必要なものは、大量のお金。そんなもんあるわけねえだろ。それは残念だ。でも心配するな。そんな君に、とっておきの商品があります。それが、こちら！誰でも YouTuber ということは扱えないので、動画クリエイター、ヒカキンボックス。え、これもしかして案件？なわけねえだろ。ですよね。誰でも動画クリエイターヒカキンボックスですね。箱はこんな感じになってます。うわー、ヒカキンがいっぱい。後ろはこんな感じ。まあ、特に気になることはないんですけど、これ以外、日本おもちゃ大賞2019コミュニケーショントイ部門大賞。これまだ出て1週間ぐらいしか経ってないのに、なんでもう大賞ゲッツしてるんですかね。ウームパワー×バンダイパワーで大賞をゲットしたんじゃないの。あー、まあ、いっか。では開けていきましょう。開封する前にちょっとすいません。このヒカキンボックスは HMV ブックスで予約したんですけど、発売が延期になったんですよ。本当は8月か9月に出る予定だったんですけど、10月の終わりになったんですけど、それはまだいいんですけど、なぜか予約したのに発売日の1週間後に届きました。おい HMV 潰れたんじゃなかったっけ、 HMV って。ビン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 。説明書は多分いらないですね。イエーイ。子供のおもちゃなのに電池のとこねじって、子供だったらすぐ遊びたいのにな。普通のドライバーねんだよ。なんだよこれ。緊急事態です。開きません。 Fuck！ やっと取れました。やっと遊べる。ではつけて。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス。うわ、音の音質悪い。まあ、こん安っちいおもちゃだ。安っちくないよね。5000円近くしたんだから。フィッシャーズじゃん。はじめ社長。ヒカキン
それは。おう。ヒカキンの動画でこの効果音500回ぐらいになりますよね、1個の動画で。あとはなんだっけ、マイク機能かなんかが。はい。A few moments later. あ、ボタンを押しながらやんないとダメなの。 This is my life. Help me now. What am I doing? This sounds like absolute fucking dog shit. If you want to annoy your parents, buy one of these. Thank you. これヒカキンの声。ヒカキン。ブン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 。昔90年代に出たボイスチェンジャーの方がまだマシなんですけど、全然進化してなくね。 Hi kids, we're home early. Hi kids, we're home early. Tiger's Talkboy tape recorder comes with audio cassette. Batteries not included. これでヒカキンの動画をちょっと作ってみます。ハロー YouTubeパフパフがよく遊ぶボール。ブンブンブン、じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バイ。登録。ヒカキンボックスでした。親の皆さん、これを子供に買う前にまずこの動画を見てください。子供がずっとこれを使って喋るんですよ。子供がずっとこれを使って喋るんですよ。さらにひたすらこの効果音を流し続けます。多分死にたくなると思うので、買うときは少し考えてから買ってやってあげてください。はい、以上 PDR さんのヒカキンボックスレビューでした。皆さん、こういう動画がもっと見たかったらぜひ高評価お願いします。はい、まだこの仮面ライダーベルトの当選者選んでないですけど、また視聴者プレゼントをやりたいと思います。こちらのボックスを1名様にプレゼントします。 PDR さん、マイクにめちゃめちゃ口をつけてるので、その辺はご了承ください。欲しい人は PDR さんのツイッター、@PDR の PDS に行って、こちらの動画のツイートをリツイートしてください。1名様にこれを、プレゼントするんですけど、親の皆さん、応募する前に覚えておいてくださいよ。子供がずっと。ってやり続けると思うので、その辺はご了承ください。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタンは一回クリックして、PDR さんの動画の通知をたまにもらいましょう。皆さんはこのヒカキンボックスについてどう思いますか？いいと思いますか？それとも、ただのゴミだと思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。あと、昨日とその前も動画出したんで、ぜひチェックしてください。近所の皆さん、本当に申し訳ありませんでした。お許しください。もう終わりますので。はい。すいませんでした。